はい、それでは今回はですね、ニュージーランドのオークランド在住の、ゆめこさんに、来ていただきました。ゆめこさんは、今オークランドに25年かなり長い間もうニュージーランドに、在住されているということで、今回はそのゆめこさんがですね、いろいろその幼児教育の方で働いてたりとかですね、なんでニュージーランドに来たのかっていうところをちょっと聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずですね、ちょっと聞きたいんですけど、ニュージーランドに来たきっかけ、なんでゆめこさんがニュージーランドに来たのかってちょっと聞きたいんですけども、ワーキングホリデービザで来ました。で、私がそのワーキングホリデービザを取れた時は3カ国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの3カ国から選べたんですけれども、はいはい、ニュージーランドが日本と一番近くて小さい国っていう理由でワーキングホリデービザを選びました。特別な理由はないです。それだけの理由で。ワーキングホリデーって1年じゃないですか。はい、そのままずっと。なんでそのニュージーランドにいようと思ったんですか。そうですね、なんか来てすごいなんか自由に感じたんですね。なんか伸び伸びで来たんですね。来てそれで、ワーキングホリデーの間に語学学校に行って、来た時は本当に全く喋れなかったので、はい、語学学校に多分9ヶ月以上通いました。それからなんか、はい、バイトみたいなことをして、なんかこっちのランチバーみたいなところで働いたりとか、はい、お土産物屋さんとかで働いて、ワークビザを出してもらったりして、それから永住権を申請したという形です。なるほど。語学学校に、でそれで英語を上達させて、でそこでそこで仕事をして、そこでワークビザ出してもらって、そこからもうずっとニュージーランドにいるっていう感じなんですね。そこで今幼児教育に携われてるっていうことなんですけど、それはどういったきっかけで幼児教育に行こうと思ったんですか。まあ仕事っていうかアルバイトの後にお土産物屋さんなどで働いたりしてたんですけれども、はい、大学で勉強し直したいっていう夢があって、これと何ということではなかったんですけれども、その時にそれでなんで幼児教育を選んだのかっていうのもちょっと今定かで、なんか勉強したいっていうことがあったんですね。でその中でいろいろな科目を見ていて、例えば仕事に就きやすいのはどういう学科なのかなと思った時に幼児教育というのが浮かんできまして、それでその当時6ヶ月のなんかトライアルコースみたいなものがあったんですね。3年の学位コースにすぐ入るのではなくて、一回ちょっとやってみて、イントロダクションコース、そういうものがあったので、一回やってみて、それで好きだったら学位コースに入学しようかなということで、その当時そのトライアルコースをやっていたオークランド工科大学というところに入学しました。大学に入るのはちょっとイメージがつかみにくいんですけど、難しいものだったんですか。こっちで高校出ていないと IELTS の基準がありまして、その当時はなんとラッキーなことにアカデミックで 6.5 だったんですね。で今現在20年後は 7.5 になっていますけれども、なんとかその6.5は取れたので、まあそれのために IELTS を受けて入った形になります。はい、けどやっぱりその特に私たちネイティブではないので、その英語がある程度できるっていうことを証明しないと入れないですね。はい、そう、大学には何年在籍したんですか。トライアルの期間が6ヶ月でまず始めて、でその学位自体は3年間です。3年間勉強しました。なるほど。でそこでがっつり勉強して、その後すぐ就職できたんですか。学生時代からも1年生の時からこっちの場合は教員免許を出される前からまあ、アルバイトみたいな形で働けますので、なるほど。経験、自分的にも経験が欲しかったので、日本でもその幼児教育に関わっていなかったので、できるだけ経験を積もうということで、1年生から3年生の間までパートで、仕事をしました。その間、2カ所ぐらいで仕事をしていました。勉強しながら経験も積んで、で卒業した時にはもうバリバリちゃんとやっていける状態に持ってったってことですかね。そうですね。
ニュージーランドの幼児教育、まあ、その結構ね、僕もニュースとかで見るんですけど、ニュージーランドその教育分野ってすごくこう、最先端を行ってるってよく聞くんですけど、それをニュージーランドその幼児教育に携われて、そういった部分は感じますか？はい、感じます。ニュージーランドではテパラキという全国ナショナルカリキュラムがありまして、それを全国で使って幼児教育の先生たちはそれをもとに働いていくんですけれども、そのカリキュラム自体がすごく注目されていて、オーストラリアとか例えばアメリカとかでもいろんなところで使われています。それで、はい、日本の方からもなんかちょっとそういうことをお話聞くことがあって、数年前からブログを始めまして、そこでその幼児教育、こちらでやってるそのカリキュラムのことなどを発信し始めましたら、やはりすごい興味ある方がいっぱいいらっしゃいまして、その日本の幼稚園の先生とか保育園の先生とか、また幼児教育関係の先生方からもいろいろ問い合わせが来るようになりまして、やっぱりそういうことを、あるとやっぱりちょっと進んでいるのかなっていうのは感じます。なるほど。日本人の方もやっぱりそのニュージーランドの教育を知りたいというか、いろんな、たくさんいらっしゃるんですね。まあぜひね、この動画を見てくれてる方たちももし興味があれば、ゆめこさんの方に連絡していただければ、チャンネルの方でもね、幼児教育のことをこれから上げていく可能性もありますので、ぜひね、ゆむかさんのチャンネルを見ていただければと思いますけども、日本人の方で幼児教育に携わって、その経験技術を持ってニュージーランド移住したいなと思ってる方っていると思うんですけど、そういった方々に今この時期に、まあコロナっていう時期もありますけど、今後チャンスっていうのはどうですか、あると思いますか？そうですね、あると思いますけれど、やっぱり国境がいつ開くかっていうのは私たちは分かりませんし、まず本当になんかいろいろ最近クラブハウスとかでも日本のその幼児教育関係者の方とお話があるんですけれども、全く環境も全然違うんですね。日本とニュージーランドの環境とかも違うので、またそのギャップはあるかとも思うんですけれども、働き方の違いとかっていうのもあるかと思うんですけれども、まず一番最初に大事なのは英語ですね。なるほど、はい、英語でこちらの現地の子を教えていくということで、やっぱりお客さんは、親ですね、になりますので、親とコミュニケーションしていったりとか、あと資料作成、ラーニングストーリーっていうニュージーランドでも有名なドキュメンテーションなんですけれども、今オンラインでいろんなそういうストーリーを書いて親に、毎日そういう情報交換するような形でしているんですけれども、それもやっぱりもちろん英語ですし、ある程度の英語基礎の力がないとちょっと難しいかなとは思います。ですので興味がある方はやっぱりその英語を勉強されるっていうことが一番最初になるかと思います。なるほど。今その興味を持ってる方が今はこう見ててグサッと刺さった方っていっぱいいると思うんですけどやっぱり英語かって思ってる方いると思うんですけど、具体的にどのぐらいの英語までいけば幼児教育で働けるんじゃないかなっていう数字みたいなのあります？なんかね、よくボランティアとかでも来たいなっていう方いらっしゃるんですけれども、やっぱり本当に、こっちで、現地で働いてるものとしてはやっぱりもう本当に日常的に会話当たり前にもう分かるっていう感じで、やっぱり子供を預かっているので言語が分からないと、そこで行き違いがあると大変なことになるっていうのもありますし、数値的で言うとどうなんでしょう、たくさん大学に入れるレベル、今大学に入ろうとするとIELTSだと 6.5 とか7とかいります。やっぱりそのぐらいの語彙力とか、もちろんそういったアカデミックなテストももちろんパスして、そういった言葉も分かりつつ、日常英会話もこう素早く反応できて親御さんに返せるっていう、かなり今聞くとハイレベルなイメージですけど、でもやっぱり英語勉強すればもちろんクリアできますよね。そうですね。でその発音がどうのこうのネイティブっぽく喋れるとかそういう問題じゃなくて、その意思の疎通がもう本当にそつなくできるっていうのは、まずベーシックにあるのかなとは思います。なるほど、それは僕も感じますね。やっぱりいかに通じるか、いかに、伝わるかっていうところですよね。はい、でやっぱりその9位ってこちらで働くと自分の意見を本当にちゃんと言っていかないといけないし、ただ言われたことをやっているっていうんではなくて、いろんなことを提案していくっていうこともありますから、そういったことの語彙力とかっていうのもいるかと思います。
今その日本人で幼児教育に経験がある人が、実績も経験もある人がニュージーランドに来てすぐ働けるもんなんですか、はい、一回学校に行かないといけないもんなんですか。資格がある人用のポジションと資格がない人用のポジションっていうのがあるんですね。クオリファイドティーチャーっていうのとアンクオリファイドティーチャーっていうのがありまして、それも政府の方針によっていろいろ変わっていくんですけれども、今は資格がなくても働けるそういうポジションがあるので入り込む可能性はあります。例えばその資格がある先生のランチを食べている間のそのランチブレイクのカバーをしている補助の先生みたいな感じとか、そういうポジションはあります。それか先生が休んだ時に入ってくるみたいなあります。けど日本から来られた人がそういうポジションに行くっていう時はその多分履歴書を送って、多分それでは多分受け入れてくれないと思うので、本当にやりたい場合はもう飛び込みで、私はこういう経験があります、うん、英語もこれだけ喋れますけどどうですか、うん、みたいな、もう自分で売り込みに行く。あ、売り込んでいくと多分どういう感じかそこの、オーナーの人とかも見てもらえるし、それで、うん、職をゲットするっていうことは可能性はあると思います、はい。直接行くってやっぱ大事ですよね。大事と思います。もう本当になんか待っているんじゃなくて、うん、自分でもとにかく行ってみようみたいな感じでやっていくと、うんうんうん、多分あると思います。そこからそこで一応滑り込みで入って、でそこで勉強しながら、はい、免許を取るっていう方法ももちろんあるんですね。方法もあるかと思います。けどその働く前にもやっぱり子どもたちと働くということで、ポリスクリアランスとかいろいろ、例えば今まで変おかしいですけど変なことしてこなかったとか、そういうの全部バックグラウンドチェックがありますから、それも例えば12ヶ月前とかで遡るとかもありますし、例えば日本でじゃあそれを取り寄せてこっちで持ってくる、あとこっちにいた期間のそういうポリスクリアランスも必要とか、そういういろいろ書類上のこともありますので、一概にすぐは言えませんけれども、そういろいろプロセスを積んでいくとあるとは思います。勉強になりますね。で、まあ、これからね日本の方でね幼児教育関係で来られる方は、まあ、そこにとにかく、まあ、学校に行けばライセンスは一応取れるんですよね。そうですね。それで、3年間その学位を取った後に仮免許みたいなものもらえるんですけれども、はい、その仮免がもらった後もちゃんとフルタイムの仕事をしている上で、はい、上から見てくれるちゃんとスーパーバイスしてくれる先生の下についてちゃんとした、うん、先生の仕事をしているかっていう項目チェック項目があるので、うんうん、それを全部満たした時点でフルのライセンスっていうのがもらえます、うん、その仮免許の後に。それも一回学校卒業してからすぐフルの免許がもらえるっていうのではなくて、うんうんうん、そういうプロセスもあります。アカウンタンティングの人とかそういう人も同じなんですけれども、はい、大学を卒業されてまずそれから職場に行って職場の経験を積んで、そこである程度の基準を満たした時にやっと正式免許がもらえるということです。その正式免許をもらった後も、去年までは3年に1回またちゃんとしたプロフェッショナルコースに行っていたり、うん、自分の知識を常に、うん、新しいものに変えていくっていうことをしていないとまた更新できないということがありまして、それが今年から厳しくなりまして1年ごとになりました。そうなんですね。それはすごくいいことを聞きましたね。ゆめこさんはその夢子さん自体働いてて働きやすいですか。はい、すごくありがたいことに今まで、まあ、結構いろんな保育園、今は幼稚園ですけれども働いてきてすごくいい先生に恵まれています。結構女の人が多いのですごいなんか意地悪な先生とかいるっていうのも聞きますけれども、私は本当にありがたいことに、はいはいはい、もう今まですごいみんないい先生たちで辞めた後とかもずっとつながっていたり本当に憎まれてます。で今働いてるところも特にも本当にいい先生ばっかりなので、毎日いろんな自分が学べるというか他の先生からのいいところをいろんなところをいいとこ取りできるというか、はい、そういうところはあります。幼稚園保育園って言いましたけど日本のその形態とちょっと違うんですか、はい、私立幼稚園とかその管轄はどういう感じになってるんですか。そうですね、こちらではデイケアっていうんですね、日本でいうと
デイケアってあのお年寄りの施設、確かにデイケアセンターっていうのが各地にありまして、あの個人の人がやっているとか、あとフランチャイズで大きいブランチ的になっている保育所がいっぱいあります。あとプレイセンターって言ってお母さんも行って親も一緒に行けるようなところもありますし、いろいろな形態があって、あの私は日本で幼児教育に関わったことがないんですけれども、日本と比べると入りやすいというようなことはよく聞きます。日本ってなんかよくその足りてないって、保育園幼稚園が足りてないって問題ありますけど、ニュージーランドはそんなことはあまりないってことなんですかね。そうですね、比較的別にクオリティとか選ばなかった場合は入れると思いますけど、やっぱりいいところはウェイティングリスト待ちがあったりしますので、うん、ああそうなんですね、はい、自分が行きたいところを決めた場合は早めに、はい、子供の名前を入れておいたりした方がいいかもしれません。それはまたこれからニュージーランドでお子さんを持つ方とかにもいい情報ですね。はい、では今回は、ゆめこさんに来ていただいて、ニュージーランドの幼児教育、ニュージーランドに来たきっかけから幼児教育のことについて、話していただきました。ゆめこさんも、YouTube チャンネルをやっていてですね、幼児教育をはじめ、いろんなニュージーランドに住んでいる日本人の方を、僕も、インタビュー受けたんですけども、それを YouTube で発信されているので、いろんな業界の、方にインタビューされていると思うんですけども、かなり、ためになる、チャンネルだと思うので、もしよければ、見ていってください。それでは今回はゆめこさんに、来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。